伊達康子から1904年、明治37年11月13日は、江戸時代末期から明治時代にかけての仙台藩一門の女性。11代藩主、伊達ひとの三女。渡り伊達家13代当主、伊達国美の正室。陽名は和子、通称は勇気、出家後は低僧院。渡り伊達家が北海道開拓に従事した際。 城での裕福な生活を捨てて、あえて開拓に同行して、娘婿である、伊達国重の北海道開拓を支えるとともに、過酷な開拓生活を家臣たちと共にし、一同の精神的支柱になり続けた。また、自ら養産業を営み、福島県伊達市の養蚕事業の基礎を作った。開拓の母、伊達開拓の母とも呼ばれる。1827年に、 仙台城で誕生した。当時は、天才や凶作が続いた上に、誕生から間もなく父の伊達人志義が死去という不幸に見舞われたが、家は、当時の大大名であり、真相の姫君として、城中で大切に育てられ、何、不自由なく育った。幼少時より聡明で、芸事にもたけ思いやりに溢れる性格であった。周囲からも愛され、おゆう様が、お通りになる。 おゆうさまがお風をめしたそうだなどと、人々の噂話にも頻繁に上っていた。1844年、17歳で、文家の渡りだけや、伊達国見に嫁いだ。相次ぐ協作のために、当時の仙台藩の財政は苦しく、嫁入り道具が作れないところであったが、兄の伊達久国は安子を非常に愛し、伊達家の歴代奥方の遺品。 徳川家やこの家の品など、歴代藩士夫人の嫁入り道具の中から安子が気に入ったものを持参した。数を数目を産んだが、男子は創生。1859年に夫と死別し、落職した。一人娘の豊子に、婿養子として、伊達国主家を迎えた。宗家では、国生を竹に養子にする予定だったが、安子が反対して、強引に渡り伊達家に迎え入れた。 国政が一人前の藩主になるまでは、安子が屋台骨の役目を務めた。安子は国政から実母同然に慕われ、渡りの人々からも敬愛された。1868年の母親戦争を経て、伊達藩を含む大御所藩は、俗軍の汚名を着せられた。渡り伊達家は、領地のほとんどを失い、路頭に迷う藩主たちのため、明治2年、国政は、 北海道移住を決意した。渡りの出発に際しては、古種は、夫婦形態、独身移住は許さずとの規則があった。安子はこの時40歳代半ばで、当時としては、所老と言える年齢であった。国生はこの年齢のことや、城育ちのため、開拓生活は耐えられないと考えて、安子の兄の義国のもとで暮らすように進め、世話役として、豊子を残していこうと考えた。 しかし安子は自分も行きますと言い張った。安子は国勢の義母とはいえ、伊達宗家の姫君であり、東京に出た兄の義国も一緒に住もうと引き止めたが、安子は聞き入れず、毅然と武士の世界は領主と家臣が苦労を分かち合うべき。家臣が家族みなで行くのに、領主が家族を残して行っては、示しがつかないと説いた。伊達一族の者たちも反対したが、 安子はそれを押し切って、国政や家臣たちと一緒に、北海道へ行くことを決心した。安子は、身の回りのものを売って、旅費を作り、45歳の1871年2月、第3回移住で、イブリコクウス軍に渡った。安子の決断は迷う氏族の気持ちをこぶした。ウの会所の物置を移して、仮住まいした。仙台城の生活とは一変、笹で拭いた屋根。 簡単な床と四方をむしろで折っただけの掘った手小屋であった。厳しい環境で暮らす姫君の姿に、家臣たちは涙した。食事も、また、三階の幸に恵まれた豪華なごちそうとは、打って変わって芋の混ざった粥を、ワの代わりに、ホタテ貝の貝殻、箸の代わりに、木の枝で食べた。時には、貝殻の鋭い縁で唇を切り、汁をすすりながら、 血を滴らせることもあった。それでも安子は取り乱すことなく穏やかに食事を進めた。お月の人々はその安子の姿に顔を伏せ、密かに涙していた。収穫が成功せず、仙台から持参した食料も底をつくと、時世の吹きが食料となった。米が不足し、作物といえばわずかのジャガイモや大根ばかりの日が1ヶ月も続くことや、 木の根や好みを食料とすることもあった。安子は、このような過酷な生活でも、以前からそれを覚悟していたため、少しも動じることはなかった。誰にも、愚痴をこぼさず、辛い素振りも見せなかった。娘の豊子と共に内助に尽くし、炊事、裁縫、孫の養育を一手に引き受けた。家臣たちは開拓の辛さに、移住を後悔することもあったが、 そんな彼らの心の寄り所となったのが安子であった。安子は日課として娘の豊子を伴い、自ら作った草餅、団子、茶などを重箱に詰め、開拓に励む人々をいたわった。また開墾する家臣たちのみならず、彼らの家族の体調をも気遣って、声をかけた安子は、気品がありながらも、開墾に打ち込む家臣たちの野良着と同様に粗末な服をまとい、 家臣たちを気遣う姿で家臣たちを発奮させた。本来なら藩主の奥方とあれば姿を見ることすら困難な存在であったため家臣たちにとってその存在そのものが誇りであった。その安子から直接声をかけられることは家臣たちにとって大変な喜びであった。家臣たちは低層院様が自分たちと一緒にいてくださる。この地に理想郷を築き上げて 低層院様にもっと良い暮らしをしていただこうと開墾に打ち込んだ。時には生活が苦しく、木皮や草の根すら食料とすることもあったが、安子はそれでも開拓を放棄しないよう、家臣たちを激励して回った。安子が家臣たちの元を回る姿は、伊達村の画家である小野丹による作品、渡り開拓図にも残されている。うすえの移住は、 自費が条件であったため、仙台の本家からは安子を案じて、毎年御化粧代として金品が届けられた。安子はそれをすべて家臣のために使った。さらに安子は国政が開墾資金の捻出のために全財産を売り払ったと知ると、自分で持参した多くの着物、装飾品、美術品を今の自分には不要であり、老いた身では手入れも難しいのでと。 国政に差し出した。国政はさすがに、安子が大切な宝物を手放すことは、気がとがめ、それを誇示した。しかし安子は、この地に美しい着物や宝物は不要、手織りの服と、この地で採れた野菜があれば十分、今必要なものは今日食べる食料であり、私の望みは、皆の開墾の成功と名誉回復と説いた。国政は、寒類し、安子の申し出を受け入れた。 安子のこの協力により、家臣たちは、貧窮の中でも、さらに団結を固めていった。開拓は、女性も共に加わっており、安子はその中心的な存在でもあった。開拓作業の合間にも、春の訪れを告げる、桃の節句には、安子は花を生け、茶を立て、和歌を読んで、女性たちと楽しいひとときを過ごした。ひな人形も飾り、甘酒も振る舞った。 安子は和歌を得意とする深い教養の持ち主でもあり、ひな人形は女性たちの心を慰めた。女性たちに加えて子供たちも集め、開拓の苦労話などで皆の心を和らげることもあった。安子はその聡明さから皆の生活をより良い方向へと向ける方法を模索した末に山に自生している区合に着目した。折しも開拓士は気候や土地の条件から その地を養蚕奨励地に定めていた。安子は養蚕業への取り組みを始めた。自ら蚕の世話や蚕の餌となる桑の畑の手入れをした。1873年に伊達館ができると2階に小棚を設け、国主家、豊子と共に蚕を育てて糸を紡いだ。家臣の妻たちも安子の一家層での行動に触発され養蚕に尽力した。自ら働き、 一粒の米も大切にする安子は開拓民の心の支えとなる。こうした養蚕事業はやがて福島県伊達市の養蚕事業の基礎へと繋がっていった。安子はこのように苦難の中でも人々への協力を惜しむことがなかったため自分自身の余暇を楽しむことはほとんどなかった。前列左より、おまさる、そうはじめ、安子、伊達国衆。後列左より、 不詳、宮古、茂子、東京の銀座で1893年に撮影。安子と国茂、家、族たち。前列左寄り、茂子、佐竹義順、じ安子、元。後列左寄り、豊子、優子、国生。茂子結婚の頃、明治31年。1881年。 内国官僚博覧会で、薄い民団の開墾と収穫内容が高く評価された。国政は、開墾を進言した家臣である、田村健嬢と共に表彰を受けた。4年後の1885年には、政府から、俗軍の汚名返上を意味する、元氏族としての席が与えられた。1885年には、国政たちの氏族復帰を機に、氏族契約書が作成され、誠実、 団結、勤勉などを怠らず、指導を守って、渡りの情愛を忘れず、開拓精神を維持するための契約会が結ばれた。安子は、この契約会の集まりで、花を生け、茶を立て、和歌を詠んだ。娯楽の施設や、時間もない開拓地において、安子の歌は人々をやらげ、力づけた。毎年の収穫期の契約会は、特に楽しく、 盛んな収穫感謝の会となった。1892年、国政は男爵の称号を授けられ、家族に列した。祝賀会の主催者代表である、富田哲之助は安子を評価して、毅然としてそのきにこらえ、公を助け、衆を励ますこと10年1日のごとくと述べた。安子はこの時60歳代後半に差し掛かっており、当時としては、高齢と言えた。 国生は以前から安子の身を案じて北海道を去って安らかな余生を過ごしてほしいと何度も勧めていたが安子は病気なら療養が必要だが今は不要。墓参りをしようにも何も成功せず墓前に参っては帰りがないとして癌としてそれを受け入れることはなかった。しかし国生が家族として認められ俗軍の汚名が晴れたことで ようやく帰省と先祖への墓参りの決心がついた。翌千八百九十三年七月より母さんと報告を兼ねた旅で、仙台、東京、渡りの各地を回り、各地で歓迎を受けた後、八月に帰定した。千九百四年十一月十三日、七十八歳で死去。安子の死去の際、国生は病床にあり、安子の死を知った後、その後を追うように、 同月のうちに死去した。北海道立市立市霊園、安子の墓碑は、北海道立市を一望する同士のポロピナイ墓地に、一族の墓碑と共に建てられた。墓石は二トンもの重さの石を、郷里の仙台から北海道へ運んできたものであった。安子を慕う家臣たちはこの墓石を、馬車を用いず、自分たちの力だけで墓所の高台への坂を登って、運び切った。安子が、 伊て本家から持参した貴重な嫁入り道具の数々は、戦術の通り開拓資金の捻出のため、その大半が売却され、現存しない。かろうじて残された、ひな人形、買い合わせの貝、自名ごとなどが、伊て家の姫としての暮らしぶりを伝える品として、伊て市中心部の伊て市開拓記念館に保管、展示された。この中でも、特にひな人形は、 江戸時代中期の大型で豪華な競歩美名であり、貴重なものである。毎年の桃の節句である3月3日には、無料開放が行われた。2008年のテレビドラマ、厚姫法映時、伊達市の宮尾富子文学記念館の開催による、厚姫と宮尾富子展に合わせ、伊達市開拓記念館で、低層院安子展が開催された際には、誘導効果により、約1000人が訪れた。 道館の閉館後は、伊達歴史文化ミュージアムに寄贈された。安子を軸にした伊達の開拓史への関心は、地元以外にも静かに広がっている。北海道札幌市の北海道、有友高等学校の教員が講師を務める高齢者市民講座では、2013年に日本女性史の中で安子が取り上げられた。宮城県の郷土市屋である、斉藤厚子は、 2014年の時代交渉学会フォーラムを通じて、伊達やすを農業の近代化を成功させた立役者の一人して、やすの生きた江戸後期から明治にかけての宮城と北海道を舞台とした大型時代劇のドラマ化、誘致活動のプロジェクトを開始し、児童向けに制作した、伊達やす物語の図書館での展示、デジタル配信などの活動を行っている。やすは開拓初期における、 数少ない女流歌人の一人でもあった。開拓で余暇のほとんどない中でも短歌を読み自身の養ないとしていた。その存在は同時代の開拓地の女流歌人にも影響を及ぼしている。しかしほとんどの歌は散ってしまったらしく、後年に残されている歌は十数種程度である。もっとも開拓初期の女流歌人の歌が少ないのは当時は伊てなど。 各部落でわずかに課会などが開かれたに過ぎず、家人も男性ばかりで、女性は数いるほどしかいなかったため、また過酷な開拓生活では、政策意欲もそがれたためと見る向きもある。安子が北海道移住を決意した時、家臣たちは、おゆう様も北海道へ行かれるではないかと感激して移民団に参加し、その人数は実に780人以上に上った。このことから、 安子がいかに人々に慕われていたかが伺われる。明治時代の官僚である金子健太郎も1895年に北海道を視察し、開拓の成績が最も良い土地の一つに打達を挙げており、その主な要因として国勢や家臣の田村健常の力量に加えて連日の苦闘の中にあってくじけようとする開拓者たちの心を強く支えてくれたのは一に 国生の母低総院、安子の存在であったと、安子の存在の大きさを示している。ノンフィクション作家である合田一同は、日本の歴史を紐解くと、どうしても男性中心になりがちな中で、伊達氏の場合は、安子の存在が女性の立場を明確に位置づけているとしている。歴史学者の高倉慎一郎は、開墾には多くの資金を要するところを、安子が、 自らの貴重な品々を売却してまかなったことを、はじめ、多方面で、安子が国政を支援したことについて、北海道開拓のうちには、こうした母の隠れた力添えがあると述べ、安子を開拓者の母の典型として評価している。北海道伊達市の郷土視野である、松下正康は、伊達本家の血を引く安子が北海道へ渡って、 開拓生活に身を投じることなど、家臣たちにとっては想像もできなかったであろうことから、家臣たちが開拓を放棄したくなった時も、低層院様がいらっしゃるから、北海道を去るわけにはいかないと考えたとして、安子の存在の大きさを指摘している。渡りだ手家20代当主で、伊達市教育委員会の学芸員を務める伊達、元成も、開拓の成功の理由の一つに、安子が、 伊達家の象徴として、家臣の心の寄り所になっていたことを挙げている。伊達氏の伊達十九代目当主である、伊達敏夫の妻の伊達君夫は、伊達家の歴史の大きな節目で女性が重要な役割を果たしているとして、安子の役割の大きさ、開拓の暮らしぶりを歴史的に人々に伝えるべく、家に残された古文書の解読に取り組んでいる。また伊達君夫は安子を、 自分の意志を貫く前向きな女性としており、母親戦争で俗軍の汚名を浴びながらも逆境に耐えて新天地に夢を馳せて懸命に生きた安子の生き様を仙台藩最後の姫にふさわしい凛としたものと評価している。安子が推進した養蚕について仙台は墓間寺に適しているとして全国的に知られた。 高品質の絹織物である仙台平の産地であり、渡りの地は養蚕の中心地であったことから、急防生活をしのぐために、後に日本の重要な輸出品目に育つ、先端産業である養蚕に目をつけた点において、昭和期以降でいうところの町おこしのセンスに優れていたことを評価する声もある。安子に関する歴史的な記述資料は、安子自身が読んだ和歌などを除くと、 国勢や家臣の田村健常と比較して非常に少ない。これは封建社会における女性の立場の弱さが一つの要因と見られている。ありがとうございます。